今午後の3時頃です。後楽園の東京ドームの前に来ています。今日は巨人戦があるみたいです。もうすでに人がファンたちが、集まっています。でこの東京ドームですが、韓国では有名です。 K-POP のアイドル歌手のビッグネームたちですね。ここで、単独のコンサートとかよくしていたので、東京ドームというのが有名です。韓国語ではトンギョンドーム、トンギョンドーム、東京という日本語を韓国語読みにして、そしてドームという言葉がトン、トンと短くなります。韓国語では長く発音する単語はほとんどありませんので、超音ですね、これがないので、だいたいドームがトン、トンとなります。さらにドーム球場という場合にはトームクジャン、トームクジャンと言います。